3番手はミシュランタイヤを装着するトムススープラ、フロントローは菅生を得意とする NSX 勢が独占、2番手には ARTA NSX の金石勝人、そしてポールポジションはデイブリック NSX の飯田明が獲得した。綺麗なスタートが決まって各社一歩も引かないまま1コーナーへ進入、これからの熱いバトルを予感させる。土屋の背後には本来の速さを取り戻したペンゾーイルスカイライン、トムススープラをはじめ強力なライバルが締める。できるだけ早くデイブリック NSX の伊藤大輔をパスして逃げ落ちたい土屋はオープニングラップから果敢にアタック。いつまでもこのポジションに甘んじていられない土屋は伊藤大輔にプレッシャーをかけ続ける。トップへ浮上、現在プラス1秒8。このままトップで逃げ切りたい土屋だが、3番手スタートのトムススープラ黒澤拓也が背後に迫る。トムスも調子いいし、ミシュランもセッティング合ってきただろうし、やっぱり相手は拓ちゃんだしね、その辺でやっぱりこう若造と違って、土屋が最終コーナーで GT300 のポルシェに引っかかり失速。これに黒沢が接触。けど、そのコーナーというコーナーをね、最先端のレーシングカーであれができるっていうのは、まあ土屋さんだからできたっていうのもあるし、うん、ここを何年かにないような GT の白熱したバトルになったと思うんですね。20周目、黒沢がハイポイントで仕掛け、土屋がポルシェに詰まってアクセルオープン、そこへすかさず黒沢が飛び込んでくる。そしてレインボーコーナーで黒沢が土屋をパス、ついにトップに立つ。クーリギアが変わってね、この第1コーナーの突っ込みだとか馬乗せの突っ込みだとか、フルブレーキに入った時にちょっとこうフラッと来たりさ、だが土屋も諦めない。ハンドリングが悪化したマシンに鞭を入れ黒沢に食らいつく。乗り方変えよう、その短い中でどうやって乗り方変えればいいんだろうってすごい考えたよね。2人のバトルは続く。27周目、今度は黒沢が GT300 に引っかかる。ポイントまで繋がれてます。28周目、土屋がハイポイントでインに飛び込むが、黒沢も一歩も引かない。お互い接触しながらも飛ばし合いではなく相手のラインは残しておく。これぞレース。
これがプロのバトルだ。そして33周目の最終コーナー、土屋は黒沢が GT300 に引っかかることを予想し感覚を取って進入。ポルシェに詰まって失速した黒沢を全開加速状態のままパッシングすることに成功する。500と300の混走となる GT は速度の違う300を利用した先手先手を読んだ駆け引きをもドライバーは行っているのだ。27秒弱のタイムで作業を終え、金石をコースへ送り出す。44周目、トムス・スープラ、黒沢がピットイン。このピット作業で逆転を狙う。しかし、ARTA NSX との接触の影響か、エアジャッキが上がらない。大きくタイムロスしたトムス・スープラはトップ争いから後退。これで老戦士でトップを守った ARTA NSX。 代わって2位に立ったのはトムスの2号車マツキオ・ゼント・スープラのワイン・ガードナー。その差は、しかし予想以上にガードナーのペースが速い。64周目ホームストレートでスリップに入られる。手負いの NSX ではさすがの金石もこれを阻止できず。金石が抜かれちゃったから悪いのって言うと、俺の方が早く入ってドライバー交代して、でその間に金石はガードナーがピットにするまでに4周から6周あったんじゃない、コース上にいるのがね。ってことはもう美味しいタイヤの美味しいところはもう使い切ってるよね。美味しいとこ使い切った金石と、今ピット交換タイヤ交換終わって出てきたガードナーと、そのタイミングが良かったんで、ガードナーがドライバー交代してくる。その後も快調に逃げるガードナーを捉えることができず、 ARTA NSX は9秒遅れの2位でチェッカーを受けた。